今日はセブンイレブンに行ってきました。もうご飯を食べ終わってこれからスイーツを食べます。フルーツソーダ、珍しいのがあったんで買ってきました。ひねり揚げのバター醤油、バター醤油、こんな感じですね。若干バター醤油、おいしい。で、メインのデザートがこちらです。クリームたっぷり白玉ぜんざい280円、ちょっと高いです。これを食べます。確かにクリームがたっぷりですね。白玉とあんこが入ってます。クリーム、うまい。白玉がね、食べづらいな。にクリームにあんこ、これはうまい。おいしいです。残りはゆっくり食べます。